まあ子供の時からずっとなんとなくこの世の中をこう生きづらいと感じていてまあ疎外感を感じ孤独を感じる感じつつ同時にやっぱりこの世界で生きたいっていう思いも手放すことができないっていうこのまあ2つの思いの中で揺れ動くっていう気持ちっていうのが僕はいつも小説を書く動機になってるんですね。で まあその結果としてじゃあこの苦しいこの,この世界の一体何が問題になっていてどうやって生きていったらいいのかっていうことをかなり具体的にあるいは思想的に考えていくっていう仕事が一方にありもう一方はもっとこう強烈な非日常的な美的な体験を通じて、まあ、つかの間でもこの現実を忘れて解放感を得たいっていうようなそういった方向性での小説というのがもう一方にあるんですね。 でそ,のそれぞれが両極端な形で作品に出ることもあれば両方がまあそれでまあ0年代から10年代にかけて日本ではいろいろな経験があってまあ非常に長い不況があり、えー、まあ経済的に苦しい状況の中でまあリーマンショックもありましたしそれから2011年には東日本大震災もありました。でその後は政治的な混乱もあり 排外主義だとか差別だっていうののが社会の中で非常にに大きなな問題になったりしましまで、そのことを直視してまあ本当にある種のこう絶望感の底からじゃあどういうふうに生きていったらいいのかっていうことを具体的に考えていく小説をずっと書いていって、まあ、それについては一定の成果が出たと思っているんですが、まあ、その問題を考える間に自分でも非常にまあ精神的に疲弊した部分もあり。えー 終わりっていう小説を書く頃には、まあ、当時の日本の政治的な状況とかも含めて正直まあかなりくたびれてまして、えー、まあ社会にもうんざりしていて自分の中では何かこの世の中のこいろいろなことをつかの間忘れさせてくれるような美しい物語に浸りたいという気持ちが非常に強くなっていたんですね。で特ににに分断とと対立いことが日本でも非常にえ社会的ななな大きな問題になっていて それをを克服するような愛の物語を何か書きたいといとうのの一つの動機でしたそれからまあ僕にとって音楽っていうのはいつもこう大きな心の慰めなんですが20代の半ばに、えー、音楽家のフレデリック・ショパンとそれから画家のウジェン・ドラクロワの2人をですね主人公にした「曹操」という、まあ、非常に長い小説を書いたんですね。それは19世紀のフランスを舞台にした、えー、物語で。 えー、もうそれから20年近く経ってますけど今でも読者の中では僕の中ではその作品が一番好きだって言ってくれる人もいて僕自身もですね、まあ、美しい音楽と崇高な芸術作品それから高貴な人間性と、まあ、偉大な人間性をに思いを馳せながらですね執筆をしていたその小説を書いた時間っていうのは、まあ、非常に何かこう充実感があって幸福な充実感があったんですね。 それでままたたた音楽についいいいて書きななという思いが強くなりましたそれでマチネのワインではククラシックギタリストを主人公にしましまた一方でいくら現実からこう解放されたいといってもあまりにもおとぎ話のような夢のような話だとまあしらけてしまいますからやっぱりこの今の現実の困難というのをあくまで現実的に直視しながらその上で成り立つような美しい物語があるんであれば。 それは非常に素晴らしいんじゃないかというふうに感じていましたそこでヒロインは国際的なジャーナリストという設定でまあこの世界に起きているさまざまな出来事というのを彼女の背景を通じて物語化していくということを考えましたそしてこの二人の男女がの恋愛というのを小説の一番の主題としながらこの現実社会というのを同時に描いていくという物語の構想が 膨らんでいきましたでもちろん中心にいるのは牧野聡という男性ギタリストと小峰悠子という女性ジャーナリストの女性なんですけれども彼らの恋愛だけじゃなくて親子の愛情だとか、えー、自分の生まれ育った環境への愛情だとか母国語に対する思いだとかですね音楽への愛とか美への愛情だとか。 友、えー、愛だとかですねさまざまな形の愛というのを主題に、えー、描きましたこの物語が何かこうなんていうかそういった現実を直視してそこでどうやって生きていくべきかっていう問いをはらみつつやはり使うの間ですね、えー、何か文学を通じてしか得られないような開、えー、放感のある体験になるということが、えー、目指された小説で、えー、まあ そう思いながら書いた結果ですねまあ幸いにして日本でも非常に多くの読者に歓迎されまして今に至るまで読まれ続けていましてそのことは作家として非常に喜ばしいことだと思っています。